5-2-2-4 香川支部西岡圭司、3年以内にトップルーキーになります。平成は6号艇にこれがデビュー戦となります西岡謙信が登場。香川支部初の大和チャンプ、モトクロスバイクで培ったセンスと勝負強さはボートレースでも光を放つことでしょう。西岡が走るから見に行きたい、多くのファンに愛され強いレーサーを目指す、その第一歩となります。6号艇ルーキー129期西岡謙信、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコース、2コース、6コース、1号艇、2号艇、6号艇、この3艇コースタート、1周の字幕です。インから先手1号艇前川、2号艇武田がここはあえてのまくり、刺してくるのは4号艇戸玉、そしてまくり出しは5号艇富田で、向こう上面も攻めた先頭2号艇武田真一、2番手争いですが4号艇5号艇並走、さらにはすぐ後ろから6号艇西岡が追走。なお第2レーススタートは正常です。一周にマーク先頭は2号艇武田、2番手争い内に変わった3号艇吉本レオ、4号艇5号艇握り合ってホームストレッチへとあります。ここは外を行った2番手は5号艇富田が優勢、2艇審判差3番手には4号艇戸玉となっています。上位3艇2番5番4番の体制となっています。後方は1号艇6号艇3号艇でラストコーナーへとレースを移ります。最終コーナー先頭は2号艇武田真一、2番手には5号艇富田秀幸、3番手には4号艇戸玉隼人、ラストコーナーからホームストレッチ。上位3艇2番5番4番でゴール、先頭2番武田降臨、2着5番富田降臨、3着4番戸玉降臨、1番6番降臨、ラストで3番吉本降臨。スタートする前までは緊張していたんですけど、いざスタートして走っているうちにレース自体が楽しくて気がつけば終わっていたっていう感じでした。私は小さい頃から父とよくボートレース丸亀に観戦に来ていたきっかけで、その後モトクロスというスポーツを長年やってきた結果、そのモトクロスという経験を生かすことができて実力の世界で勝負できるボートレースという世界に魅了されました。ボートレース界を代表する選手になることはもちろん、人としてもレーサーとしても手本になるようなレーサーになりたいと思っています。129期の5224香川支部の西岡謙信です。これからボートレース界を代表する選手になります。応援お願いします。